こんばんは。こんばんは。原田さん。はい。とうとう来ました。大晦日。俺の出番？出番ありますか？ツイッター上では結構あの騒いでます。めちゃめちゃ流れ玉が俺のとこ飛んでくるんだよね。まあその話はちょっとあの、はい、またちょっと後にしましょうよ。金原どうすんだ？金原大晦日どうすんだ話はちょっとあのどっかでしましょうよ。はい。いろいろ僕もお気になってますが、置いといて、本日はですね、はい、ライジンジャパングランプリ2021バンタム級トーナメントですね、はい、準決勝、またはリザーブマッチのですね、お話などをいろいろしていただきたいなと。あのさ、はい、このバンタム級トーナメントについてもさ、ちょっとさ、思うことはいろいろあってさ、はい、はい、まあなんつっても我らがビクター・ヘンリーが UFC と契約したよね。そうですね。大出場。これでちょっと勝ってくれたら俺もちょっと報われるなと思うよね。そうですね。やっぱ UFC って結構あのまあビクターも30いくつとかだからやっぱ30超えてる人なかなかさ契約しづらくてさ。うん。でもそれでもねあの頑張っててさ向こうでもタイトルマッチ取ってさ、はい、なんかすげえ嬉しいなと思って。次勝ってくれたら、まあなんか俺が負けたの少し報われて、俺が弱いんじゃないなっていうのはちょっと報われるからね。ビクターが強いってことで、はい、ね、で、またこの裏でも、なんだ、ベラトールのバンタム級トーナメントが始まるでしょ。あります、うん、そう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 。で、まあ堀口君がこの間、ああいう形になっちゃった、はい、ねえさ、まあ、堀口君の話は、ちょっとサブチャンの方でしましょうか。あの、あっちの方が言いやすいんだよね。俺編集してねえし。そうそうそう、ノーカットでもう全部そのままあの取って出しで乗っけてるから言いやすいからさ、本音が言いやすいってことで、ライジンのバンタム級トーナメントいきます。お願いします。そうしましたらですね、順を追って説明させていただきたいと思うんですが、最初にですねリザーブマッチの方からお聞きさせていただこうかな。リザーブマッチ、はいはいはい。元谷選手対ですね、うん、金太郎選手、うん、こちらのカードの展望とか含めてですね。俺は金太郎だと思います。本当ですか？うん、また、うん、理由などはあのね、はい、金太郎、理由はないです。ないです、うん、勢いとかもう金太郎です。元谷がね、やっぱね、はい、うん、ちょっと乗れてないね。乗れてない、もうそれだけ。やっぱね、調子の人たちってね、すごく試合に出るわけで、なんか乗れてないなってのはずっとあって、はい、なんていうのかな、前回ああいう巻き方されちゃうと流れ的に金太郎なのかなって感じがするし、やっぱ食ってやろう精神の方が多分金太郎の方がありますね。うん、大きいから、なんか会見でも言ってたよね、なんか昔の方が強かったみたいな。もう俺まさしくその通りだと思います。なんか全体的なトータルスキルがちょっとかなわなくなってきてるなって印象だから、うん、まあここでね金太郎完封したらものすごいことだと思うし、うん、まあ俺は金太郎だと思います。そうですよ、聞いた選手の勢いがあって、うん、それで飲むんじゃないかと。うん、うん、トータルスキルはね、元谷の方が上だと思いますけど、はい、うん、多分テイクダウンもできないんじゃないのかなとか思ったりとかね、まあ、聞いた選手で、うん、まあ、うん、まあ、どうなんだろうね、うん、うん、流れ的に、うん、ありがとうございます。はい、そうしましたら、準決勝の方に話を移らせていただきたいと思います。本戦ですね、大木久保選手対井上直樹選手、ズバリ優勝予想は聞いた方がいいんじゃないの？それ後の方がいいか。そうですね、あのね、はい、あのまあ、俺で優勝予想した時も、はい、1回戦次第だと思ったのね、準決勝、はい、このカード次第だと思って、まあ、このカードもなんかやってないカードが、まあ、これだから、はい、うん、まあ、これなんじゃないのかなみたいな、誰からも聞いてない情報じゃないよ、誰からも聞いてる情報じゃなくて、まあ、こうなんじゃないのかなと思ってたら、まあ、まさしくこの通りになって、うん、予想されちゃう。まあ、こうなっちゃうとね、はい、ってなっちゃうよね。そうですね、うん、まあ、何、大木久保と井上、はい、うーん、まあ、井上でしょうね。やはり、うーん、まあ、リーチ差が、まあ、絶対的なリーチ差が違いすぎる。うーん、やっぱここ体格が全然違うからね。大木久保さん、もともとフライ級の、うん、まあ井上もフライじゃん。あ、そうですね、うん、井上選手フライですもと。だからそう考えると、はい、まあ、相当の差があるよね。削れてる部分だったり、やっぱ覚悟決めて荻窪がね突っ込んでいってバック取られてとかっていうのも展開もイメージできるし、
で距離取られて蹴られてアウトボクシングやられてダメージなくして次かす行くこともできるし、まあ、なかなか一本はフィニッシュは難しいと思うけど、うん、まあちょっとね体格差的に井上尚弥なのかなと思うしね、あと荻窪が会見でも言ってたけど USC の切符を、まあ俺もすげえその気持ちわかるなと思って、俺もさ USC 出たかった時に自分じゃなくて違う人が選ばれた時にもうこいつより絶対実績はあったしいろいろ思いがあってでもこいつなんだ選ばれるのこいつなんだってすげえ悔しい思いしたのはすげえ一緒だから、なんかわかるんだよねすごく荻窪の気持ちが。でもやっぱここで井上尚弥がこう USC を経験して帰ってきてこの勝ち方をずっとされちゃうのを見ちゃうと、なかなか難しいのかなとは思うよね。荻窪選手にも意地を見せてもらいたいなってのは、うん、思います。ある中で、そうだね。上田選手は韓国というか、そうだね。やっぱ体格差がね、どうしてもね、それが一番気になるよね。特に組の選手だとね。はい。ありがとうございます。そうしましたら、準決勝最後のカードですね。朝倉海選手対滝沢健太選手、こちらのカードはいかがでしょうか。これ海じゃないかな。やはりここはもう絶対揺るがない、もう俺これ2人ともやったことあるし相性的にすごくいいなって思います。海の方が多分ついてこれないと思うんでね、あの海のスピードとあのスピードに、それぐらい差がある、差がある、スライキングですごく差があると思います。でもやっぱ滝沢も一発持ってるから、はい、まあ本当に何もなくやられちゃう可能性もあるし、はい、まさか一発当てることもあるし、なんか甲斐多分大晦日あんまいいイメージないよね。そうですね。なんか去年も堀口に負けて、はい、マネルケープだっけ、なんかそれも負けてたよね、なんかそういうイメージがなんかどうしてもあるからね。あと拳の問題もあるよね。やっぱ拳って治るけども、はい、すげえ痛みやすいから、そうそうそう、そんな数ヶ月で治ったとしても多分また練習中にやっちゃう可能性もあるだろうし、まあそこ次第なところもあるかもしれないね。井上に関してもそうだし甲斐に関してはやっぱあんだけ右強く振り回してるとね、例えばこの準決で怪我しちゃいましたと、勝ったとしても怪我しちゃいました、もう決勝やります、右手なしでやりますって言った時にさ、なかなか相手難しいよね。かといってじゃあ組で戦いますっていうほど組のスキルが抜けてるわけじゃないから、はい、ね、俺らとかだったら右拳怪我しましたって言ったら組んで、この間堀江みたいな感じでさ、堀江君みたいな感じで拳怪我してもテイクダウンで技で、ね、展開作ったりとかいろいろできるかもしれないけど、まあね、まあ拳次第なのかなっていうことで、決勝が朝倉海対井上尚弥、まあこれが多分なるよね。そうですね、だいぶそれはなると思うんですけど、ここのさらに展開をどう予測されますか。分からないね。でもそこはさっきもつながってますよね、拳を怪我したことによって、だから、そう、だからこれは俺もずっと言ってるんですけど、はい、ノーダメージで2人が見たい。これ決勝でやっぱ1回戦どういうアクシデントあるか分からないじゃん、はい、やっぱ 2回戦うって俺もやったことあるけど凄まじいんだよね。凄まじいです。凄まじい、本当に想像以上に凄まじい。多分5分5ラウンドやった方が楽、もちろんそうなんだけどもさ、はい、5分5ラウンドやった方が、やったことないけどね5分5ラウンド俺は。ないけど1ラウンドで負けちゃったから、2回戦は1日2回戦はやんでで2試合やったことあるから分かるけど、はい、多分5の3を2回よりも5の6とかやった方が楽だと思う、やっぱ1回帰っちゃってアドレナリンが切れちゃうとやっぱ痛みがこう出てきたりとかするし、はい、もう一回スイッチ入れようとするとまたそれのテンションだけでまた疲れるし、俺も疲れたなあの時1ラウンドでもヘロヘロだったもん。1試合目で1ラウンド、2試合目の1ラウンドもみがさんだった1ラウンドもみがさんもヘロヘロだったけど、はい、俺もう1ラウンド終わった時ヘロヘロでこれ3動けんのかなと思ったもん。それぐらい、それぐらいしんどかったな。なんで、まあ、願望としては、はい、下位に勝ってほしいよね。でバンタム級 の, あのベラトールの方に行ってほしい、願望としてはね、でもやっぱ井上の方が有利なのかなってのはその1回戦の様子見たりとか、すると夫的に井上尚弥なのかなと思うよね。でも、そうだね、勝ってほしいのは甲斐かかって、ね、堀口の後を追って、
ね、堀口も出れるかわからないでしょ、次のトーナメントバンタム級だって、うん、だからそれのね代打で朝倉海なんて言ったらかっこいいじゃん。かっこいいですね。優勝してベルトを持って堀口の代打で出る、これ一番日本が湧くんじゃないかな。一番湧きますね、うん、だったらこのトーナメントに意味があるよね。そうですね、そうですね、うん、やっぱ堀口が負けちゃったからさ、はい、これが誰かが勝って堀口とタイトルマッチって言ってもやっぱ結局はってなっちゃうじゃん。そうですね、うん、この中での話になってしまう。そう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 、やっぱベラドルの2番戦時でそれこそ USC 入れたらとかってなっちゃうし、はい、だったらもう海がベルトを持ってベラトル乗り込んでって、はい、ベディスとかあの辺とか全員ぶっ飛ばすのなかなか難しい。でもロマンはあるよ ね現実的にこう、はい、乗れるよねそれこそ、うん、れるわけです。そうそうそう、それはねすごく乗れると思う。それも井上直樹も全く一緒だと思うし、はい、まあ、誰が優勝してもそうだと思うけども、まあ現実的にこの4人の中であそこに戦えるのはまあ海と井上直樹なのかなと思うから、もうこの2人に夢を託してベラトールなんつったらね、はい、この話で勝手に裏で会って俺が、まあ、裏で喋ってみたいな感じだったらってのは全く何も知らないけど、でも本当にそれがロマンあるなと思って。そうですね、うん、まあ、日本のトーナメントやってる見てる人たちが乗りやすいです、うん、やっぱでも堀口ったら桜海じゃない、はい、だから海がね堀口の代打で勝手に堀口出れないみたいなことになってるけどね堀口くんが出れないみたいなことになってるけど、でもあの倒され方で3ヶ月はちょっときついなとは思うよね。3ヶ月4ヶ月か、うん、ちょっとそれは地獄だ、地獄って、もう彼のダメージのことを考えたら、はい、うん、厳しいと思うし、まあ、でも堀口くんならやっちゃいそうだけどね、でもそういうので海が代打で行ったらかっこいいなね、かっこいいよ、それはかっこいい。誰がなんて言うと乗れるわ、これは。ってことで、じゃあ、回にしましょう。なるほど。もうその、全部込みでね、堀口くんの代打にかかわらず、優勝してベルトを持って、ベラトールのトーナメントに乗り込む、これが桜回で乗れて、優勝予想は、じゃあ桜回で。やっぱ結局そこだよね、乗れるか乗れないかで、ね。ね。金太郎とかって言うもあるかもしれないしね。もしかしたらヨアキムハンセンバリナこう出てくる可能性全然あるけどもね、拳怪我してまさにですね、全然ありえるよね。だどうなるかわからないからね、本当にトーナメントだから面白いんだよね。でもこれで盤石に勝てるやつがやっぱ本当に持ってるやつというか強いやつだからさ、うん、ね、去年堀口みたいな、堀口みたいな感じでやっぱ優勝候補が優勝するって本当に難しいことだから、勝てる相手に勝つって本当に難しいことだから、特にこの2試合ってね、トーナメントは特に、はい、なのでぜひ大晦日、どうせメインでしょこれ、メインです、うん、メインだから、うん、楽しみにしてます。じゃあありがとうございました。これでおしまいですか。はい、じゃあこんな感じで、カナさんの本命は朝倉海選手で、はい、ってことでおしまいします。ありがとうございました。ありがとうございました。